皆さん、こんにちは。今日は、フードガイドの、鶴岡フードガイドの伊藤若さんがおいでになっていただいてます。今日は、かつお節と昆布のふりかけと、あとは小松菜と人参のサラダ、余熱でこんな感じ。食プレートは高温です、注意してください。はい、いいですね。ちょっと余熱で温めるというか水分を飛ばしているうちに、先ほどの人参を落としていってもいいと思います。今はちょっとで、包丁でももちろんいいんですが、スライサーで落として、本当に生の人参ってあまり食べる、好きな方だとね、スティックにして食べることあるかと思うんですが、なんとなく煮物に入れたりカレーに入れたりだと思うんです。最初になると思います。結構一本で割と、あ、ごめんなさい、ありますね。すごく色も綺麗で素敵な色です。オレンジです。はい、テーブルが動くんでした。よいしょ。だからですね、これにマヨネーズと、まあ、このぐらいの量の、これに同じ同量ぐらいかな。あんまり入れるとヨーグルトが主張しすぎちゃうので、ほんと井上農場さんの小松菜はほんと生でもほんと美味しく、ちょっとさっとキッチンペーパーで水分を、もうお皿の上に入っちゃう。で、これを食べる直前にかけるという形になります。で、これに何でしょう、温泉卵なんかするとシーザーサラダっぽくなりますね。はい、これがまず一品です。で、こちらはですね、あ、胡椒の好きな、パパパと胡椒、はい、ちょっとこれ串引きさんだかな、ちょっと串引きのリンゴも美味しいですよね。で、皮ごと、これはですね、
リーブオイルにドレッシングって本当皆さん思った以上に簡単で、あと塩こんな感じかな。で、これには玉ねぎ、ちょっとカレーが好きな方はカレー粉を入れても、あのパウダー水さらしせずこのままよく食べます。辛いですけど美味しいです。こっちが甘いので、あとこんな感じで、でこれをこう、こんな感じで盛り付けします。ちょっと色味がねあれなので、あの乾燥してるパセリを上にパラパラってかけると美味しいっていうか見栄えもいいです。はい、でこれがこんな感じですね。はい、ではビタミン E、 あの血管を丈夫にしてくれますので、これをこのままアクセントにもなって美味しいです。なのでこれはお好きなだけ、こんな感じで割といっぱい入れても美味しいです。はい、こんな感じで